おはようございます。今日はね、人が多くなる前に朝の散歩行ってきます。はい、朝のプロテインです。今日はアップルフレーバー2杯入れてるんで、プロテイン的にはプロテインってタンパク質的には 40g です。いただきます。コーヒーブレイク。最近はね、このクレバーのやつが本当に、まあ前回ね、前回っていうかこの間あのレビュー出しまして、レビューっていうか比較動画出したんですけど、これがねめちゃくちゃ楽なんですよ。なんでこればっかで入れてますね。ちょうどね、なみなみ一杯入れると、この、だいたい 500ml 入る、スタンレーのね、この保温マグに、ちょうどね、いっぱい入る感じですね。ちょっとね、最近暑くて、仕事してるとね、ここが汗ばんでね、ベタつくんで、このベビー、このね、ベビーパウダー使ってるんですよ。ベビーパウダーをね、ここの、こんな感じで、塗ると、まあ、ここら辺がね、すべすべして、汗ばむ。ちょっとね、張り付くと、ヒリヒリしてくるんですよね、夕方。最初のうちはいいんですけど。ただね、黒い服だと、この粉がね、ここら辺についちゃってね、真っ白になるっていう。それだけが難点ですけど。もしね、ベタついて、てか汗かきでベタつくって人は、ベビーパウダーおすすめですよ。はい、お昼ご飯です。今日はね、鶏のそぼろと、鶏のそぼろ 90g と、あとご飯が 100g、 ニラとネギとキャベツ、あとねキムチです。はい、これ夕飯です。ご飯 100g にキャベツと、あとそぼろ 90g と、あと卵、目玉焼きですね。これキャンピークスっていうキャンプ雑誌のおまけでついてた一人用のホットサンドメーカー、それのね、使って三角形の目玉焼き作りました。あとキムチ。今日もトレーニングするんで、プレワークアウト作ります。まあ、いつものやつ。いただきます。ちょっとね、プレワークアウト飲んで、で、それがね、効くまでにちょっと時間があるんで、まあ、30分ぐらいね。なんでね、ちょっとこれね、いつもコーヒーで使ってるやつなんですけど、これはね、だいぶね、汚れてるんですよ。もっとね、表面仕上げ、ちょっとこの中みたいな感じでキラキラ光ってたんですけど、それがね、汚れてきちゃったんで、リューターでね、バフがけしようかなと思って。アレクサ、タイマー20分。で、20分のタイマーを開始します。20分ぐらいね、ちょっとバフがけしたいと思います。こんな感じでね、かければ綺麗になるんじゃないかなと思うんですけど、一旦中側を、いいね、このバフがけね、好きなんですよ。結構ピッカピカになるから。もちろんね、でっかい、据え置き型の、
バフとかでね、かける方が一番いいんですけど、あれがね、一番気持ちいいんですけどね。あの、真鍮とかのやつで、もうサビサビのやつとか磨くとめちゃくちゃ綺麗になるじゃないですか。あれね、めちゃくちゃ好きなんですよね。お、時間切れ。アレクサ、止めて。おし。じゃあ、まあね、だいぶ綺麗になったんだけど、まあこれはね、また今度、明日にでもこれ削ります。掃除もしなきゃ。とりあえず筋トレしてきます。はい、トレゴのプロテイン。今日もスムージー作ります。で、冷凍してあるバナナと、冷凍のイチゴ。で、これに無脂肪乳入れて、プロテイン。これうちはね、岩谷のミキサー使ってるんですけど、正直ね、もうちょいでかいやつも良かったかなって感じ。じゃあいただきます。はい、今からお風呂入るんですけど、今日ね、エプソムソルトとかいうやつをね、まあバスソルトをね、ちょっと導入してみました。これね、硫酸マグネシウムってやつですね。で、血行が良くなるってやつです。むくみとかが取れるらしいですよ。